はい、どうも、宮本です。今日から、今日ちょっとやっていこうと思っているのはパワフェスです。実はこのパワフェスね、やったことないんですよね。パワプロ好きを公言しておきながら、いつもやってるのはマイライフとかで、パワフェスはちょっと一回もやったことないですね。とりあえず、なんかヘルプを見たんですけど、なんていうんですかね、ただ試合して、なんか選手図鑑を埋めていくみたいな、そんな感じのゲームらしいです。で、それでなんか、試合に勝ったり負けたりして、経験値を、負けたらもらえるのか知りませんけど、なんか勝って、その経験値をもらって、その主人公を強化させていくみたいな、そんなゲームらしいです。で、やっていこうと思います。ルーキー、初心者向け、相手が弱くなるから経験値が少なめ。手応えのあるパワープロ。いや、上級者絶対無理だわ。ちょ、最初だよ、ルーキーでいいですか？最初、ちょっとルーキーでやってみますか。名前、三好？勝手に決められた。まあ、いいか。名前、利き腕。左投げ、両打ちで。どうすか。どうしよう。フィールポイント。球の速さ、スライダーが得意。フォークも得意にしようか。これ結構ストーリー長いな。がっちり作られてるな。
ロックオンバットは絶対いるよ。あれ、ちょっと2つしか持っていけないの。あ、勝手に決められたし。前夜祭。
試合まで投げ。ゲーム開始時、言うたらそんなにないな。こんなん大丈夫なの？なるほど。加入条件か追加報酬ガンダーロボのプラン。勝てば3人。これよくない？ルーレットスタート。先行 DH なし以上のルールで試合が行われます。え、主人公ちょっとダメじゃん。こっちの方がいいわ。まあいっか、ちょっと待って5番でいいか。
空へと浮上、熱盛ボディもフライハイ、この空飛ぶスタジアムパワーベース1で世界を回り、一のギリシャを目指す旅、パワフルテレビが送り込んだパワフェスチャレンジャー、ナイナーの挑戦が始まります。待ち構える初戦の相手とこの大空で相まみえる。さあ両チームブリーフィングを終えてベンチ前へ。パワフルフェスティバルワールドフライト、いよいよ開幕、テイクオフ。タンポポ製作所、先発投手がマウンドに上がります。期待しましょう、注目の投球です。さあメガネ界の輝く星、矢部明雄です。はい、第9投げました、初球打ち、やった、いけ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 、ロックオンいいな。一気に二塁へ、やべ、ツーベースヒット、パワフスチャレンジャー先制のチャンスを迎えます。打席には2番バッターが入ります。さあ容赦、打ちました、初球オッケー、余裕じゃねえかよ。打球が転がっている、中継、パワフスチャレンジャー、まずは1点先制、1対0、今の先制の場面リプレイ、打席には3番バッターが入ります。このままどんどん攻めていきたい、初球を打ちました、いいねいいねいいね、中間に上がった、こんな簡単か、ロックオンついてるからな。さらに1点追加、2対0、それではさあ4番が打席に入ります。初球は、初球を打った、2塁ランナー3塁へ向かう、1塁送球取ってアウト、ワンアウトランナー3塁に変わります。打席には5番バッターが入ります。真ん中空振り、第2球を投げた、大きくウエスト、投球これから3球目、打ちました、レフトへ、いけいけ、レフトバックしていった、外野に落ちた、ヒット、パワフェスチャレンジャー、さらに1点追加、3対0、先ほどの得点シーンをもう一度、パワフェスチャレンジャーズ、え、なんで変わった、チームを明るくする、3点が限界なの、落ちるボール、まずは入れてきました、ミッドへ一直線、指にかかったストレート、打ちました、いい当たり、ステップヒットだ、ボールはコロリンコ、反町一塁回って二塁へ、反町ツーベース、これ大丈夫か、これちょっとやりにくいんだけど、守備やりにくい、これか、これを、これでいいのか、第9を投げた、打ちました、初球打ち、うわ何やってんの、うっそ、さあ1球目、低め見送ってストライク、投げました、打った、1、2塁間、うーわ、タンポポ製作所、点差を2点に縮めました。それでは第1球投げました、フォークボール空振り、少し迷いが出たか、打ちました、1、2塁間のゴロ、2塁へ、際どい、はぁ、下手すぎだろ、落とした、ボール、完全なボール球、ミットに吸い込まれるような直球、バッター反応できません、まずい、これはヒットになってしまいそうだ、三塁ランナーはホームへ、何これ、パワフェスチャレンジャー、追いつかれました、今の動画、パワフェスチャレンジャー、ここが踏ん張りどころ、6番バッターが打席に入り、初球打ち流した、さあゲッツーになるか、パワフェスチャレンジャー勝ち越しを許します、4、パ
パワフェスチャレンジャーズ、ここはなんとか追いつきたい。打席には3番バッターが入ります。第2球を投げました。打ちました。打球はライトへ、ヒット。出塁します。チャンスを広げました。さあ4番が打席に入ります。なんとか食らいついてほしい。よっしゃ、いった。オッケー。なんでこれチェンジになるの？なんでこれチェンジになるの？どういうルールなんだよこれ。変化球ビンビンに切れています。投球これから3球目。渾身のストレート空振り。これで追い込みました。アウトロー、空振り三振。さあ柴田、マウンドにまっすぐすぎる眼差しを向けます。第2球を投げた。打った。ファウル。ボールカウントはノーボール2ストライク。ストライク。空振り三振。最後はスイングアウトの三振に。タンポポ製作所、6番バッターが打席に入ります。まずは初球。しゃあ、ボールはライナーで左中間へ。ワンバウンドヒットになった。打ったバッターは二塁へ向かった。ツーベース。打席には7番バッター。リードを広げておきたい。初球はすっぽ抜け。ボール引っ張った。ダメか。ファウル。デッドボール。8番バッターが打席に入ります。このままどんどん攻めていきたい。初球をすっぽ抜け。宇宙間へ。ボールが転々と転がっている。セカンドへ送球。パワフェスチャレンジャー、1点入りました。先ほどの打席には9番バッター。初球は、初球を打った。宇宙間のフライ。アンバウンド突っ込んだる。2塁ランナー一気にホームへ。パワフェスチャレンジャー、この回3点目。9対5。それではパワフェスチャレンジャー、ここはなんとかしのぎたい。6番バッターが打席に入ります。投げた。内角低め見送ってストライク。まっすぐ空振り。次はどう攻めるのか。一つ外してボール。さあ勝負してくるのか。落ちる球見送ってボール。打ちました。上がっているが取って、これでスリーアウトチェンジ。では改めて4回の裏、タンポポ製作所、打席には9番バッター。ちょっと待った。真ん中見逃してストライク。代打か。パワフェスチャレンジャー、ここは代打を起用してくるようです。打席には代打が入ります。打っていい。さあ反町下がっていった。ヒット。セカンドへ放り投げる。あ、やべえかも。大丈夫か。二塁までご到着しています。さあ矢部が矢部たるゆえんを見せてほしい。リードを広げておきたい。打ちました。初球打ち、ライトへ持っていった。取りました。ランナー二塁に戻ります。これでワンアウト。打席には2番バッターが入ります。ここで畳みかけていくか。投げた。打った。初球打ち。さっさっさ、いけるワンバウンド突っ込んでった。二塁ランナー三塁回った。パワフェスチャレンジャー、1点入りました。11対8。先ほどのなんでこれ途中で変わるんだ。パワフェスチャレンジャーズ、ここはなんとかしのぎたい。6番バッターが打席に入ります。さあ次の球、またしても空振り。一つ外したボール。カウントワンボールツーストライク。打ちました。ファウル。サード牽制、三塁タッチセーフ。はい。パワフェスチャレンジ、まずは初球。見送ってボール。見逃し三振。重圧の中よくしのぎました。8回までがタンポポ戦。さあいよいよ最終回。さあ4番が打席に入ります。投げた。スクリュー空振り。さあ次の球、打った。痛烈な当たり。よしよしよし。
セカンドへ送球。素敵な二塁打を放ちます。打席には5番バッターが入ります。リードを広げておきたい。オッケー、いけいけいけ、いったか。フェンスにぶち当たる。二塁ランナー三塁回った。カットマンへ送る。アワフェスチャレンジャー、1点入りました。14対11。タンポポ製作所、何としても得点を上げたい9回です。打席には代打が入ります。投球2球目投げました。ストライク、外角高めいっぱい。さあいよいよあと1球。打ったヒットになります。ヒットを打たれます。バッター反町、チームを勢いづけにかかります。第2球を投げました。これはボール。打ったマウンド絶望、掴みました。パワフェスチャレンジャー、最後よし。ゲームセット。なんでこれ自動でチェンジとかするんだろうな。勝負でチャレンジャーズが勝ちを掴み取りました。大事な初戦を突破して2回戦へ進みます。さて、響きの穴によるヒーローインタビューが始まっていますが、ちょっとルールがよくわからんな。やばい、早くになってました。あれ、一箇所しか行けないし。
通信も覚えとくか。自分がゴミすぎる。こっちかな。こっちにしとっか。これ体力とかあるんか。マジかよ。毎回変えんとダメなの？スタミナ S。 投げた。ボール。外れた。カウント1ボール。投球2球目。投げました。ダメだ。内野ゴロ。大号月。ボールを掴んだ。アウト。これでワンアウト。打席には2番バッターが入ります。さあ1球目投げました。バットを出しません。ボール。カウント1ボール。第2球は1番に当たり。じゃあ行った。
パワフェスチャレンジャー先生のチャンスを迎え第9投げました。ストライク、ストライク、これは見送ってボール、ワンボールワンストライク。な、何やってんの、うわ早えよ、159って。柴田、この場面で結果を出せ。まずは初球、初球を打ちました。うっさ、これで3つ目のアウト、チェンジです。では1回が0対0で迎える2回です。6番バッターが打席に入ります。アウトコース合わせた、レフト線へのヒット、1塁ランナー2塁回って3塁へ。うわ、結果はヒットだ。パワフェスチャレンジャー、ピンチを迎えます。打席には7番バッター。投球これから2球目、高速シュートはストライク。さあ外してくるのか、打ちました、バックネットの前でボールをつかみました。ツーアウト、え、進まれたし、8番バッターが打席に入ります。そうだ、よし、3つ攻守交代です。2回の0対0で迎える2回です。6番バッターが打席に入ります。初球を、よし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 、これはヒットになります。中継、ヒットだ、ヒットになった。パワフェスチャレンジャー先制のチャンスを迎えます。打ちました、初球、オッケー、いけ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 、雲行きが怪しくなってきました。なんでそんな、初球を打ちました、ライトの前、ワンバウンドヒット、ヒットになってしまった。ピンチを、打席には3番バッターが入ります。あっと危ない、間一髪かわした、投げた、バッター思わず体を、ダメだ、初球はアウトを決まってストライク、カウント2ワン、打った、第3球を打ちました。うーわ、嫌なところ行くな、くそ、追いつかれました、5対5、リプレイです。さあ1球目、ツーシームはストライク、第2球を投げた、打ちました、打球はショートの右、そのままベースに入ってアウト、スリーアウトチェンジ。4回の同点で迎える4回です。さあ柴田、マウンドにまっすぐすぎる初球打ち、よしよしよし、落ちました、ヒット、1塁ランナー2塁蹴って3塁へ、あっと逃げます、バッカ、よし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 、打ったバッターは二塁へ向かった、ツーベース、チームを明るくする、ここはきっちりとランナーを送っていただきたい。初球を打った、セカンドバックしていった、ヒット、反町アンダーを放ちます、今日初めてのヒットになりました。さあ打席には三脇の矢部、打った、初球打ち、よし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 、ボールはコロコロ状態、パワフェスチャレンジャー1点入りました。続いて1塁ランナーもホームイン、パワフェスチャレンジャー2点入りました。ぶっちぎり大学
何としても得点を上げたい金塊です。打席には3番バッターが入ります。はい、パワフルチャレンジ。さあ初球、スクリューはボール。これは完全にボールです。スクリュー空振り、タイミングが合いません。あっと引っ掛けた、一二塁間へ、一塁へ送る、アウト。勝利まであと一人。さあ打席で軌道が男を見せます。投球これから2球目、ストライク。ラボの厳しいところ、さあ次が最後の投球になるか。本心のストレートはボール、ワンボールツーストライク。スローカーブ、空振り三振。パワフルチャレンジャー、ピンチを招くも見事勝利しました。ではこちらへどうぞ。何なんだこのやりとりは。全然興味ねえな。
フジタ絶対勝てねえだこんな。どこも強くねえな、強くねえぞ、ね、強そうなとこばっかだ。加入条件がホームラン2本って。ホームラン打てるほどパワーあるやついないかな。ここかここで迷うなぁ。もうしとくか。これにしてみるか。これにしよう。これ毎回変えなきゃいけないのめんどくせえな。あーダメ、うわひどいなこれ。
ーダメ。そう、オッケー、これロックオンなってるのかな。オッケこれロックオン自動になってるかもしれんな。こんな打てるわけないんだけどな。なあ、何やってんのバカ。第2球を投げた。打った、いい当たりだ。ライトバックしていった。ワンバウンド吹っ飛んでった。セカンドへ放り投げる。パワフル。よっしゃ。リードを2点に。これ多分ロックオンなってるな。こんな打てるわけないかな。6番バッターが打席に入ります。第9を投げた。難易度が一番下だからかな。投球これから2球目。おっと、いい当たりになった。直撃だ。セカンドへ送球。パワフルチャレンジャー。さらに1点追加。4対1。さあ、めっちゃ買ってるじゃん。さあ、第9を投げました。いいボールだ。変化球が切れています。インコース引っ張った。切れていきます。ファウル。次はどう攻めるのか。打った。オッケー、終わり。やった、 B に勝ったぞ。意外にいけるなこれ。ミート、やっぱパピオンでしょ。いや、パピオン強え。やべえよ、パピオン。あと一人選べる。
プロ野球レジェンズ負けたのか。ここかな。勝てば3人加入だから、ね、オール怪盗学院。7回以上休みな。張り切っていきましょう。ルーレットスタート。先行 DH ありとなりました。あれパピオン、やべえ、いいかな。やべえ、いらねえんじゃねえ。
するわ。方法だ。さあ溢れるオーラみなぎる。すべてを才能でカバー。はい、第9投げました。ツーシーム空振り。少し記憶でしたか。投球これから2球目。何やってんだ。ボールを掴んだ。ダメだ。アウト。これでワンアウト。打席には2番バッターが入ります。さあ1球目真ん中決まってストライク。第2球投げました。あ、これ危ない。投球これから3球目。打った。オッケー。ワンバウンドヒット。打ったの球は2塁へ向かった。素敵な2塁打を放ちます。パワーフェスチャレンジャーズ先制のチャンスを迎えます。打席には3番バッターが入ります。打った。強烈な波抜いていった。いいバッティングを見せました。パワフェスチャレンジャーなおもチャンスが続きます。さあ初球空振り。ルスイング。さあ次の球インコース。うわー惜しい。打ちました。いい当たり。オッケー。交代。アンバウンドヒットになる。パワフェスチャレンジャー。まずは1点先制。起動タイムリーツーベースヒット。これでワンアウトランナー。二刀流としてバッターでも驚異の能力を発揮します。バッター謎のマスクマンタピオン。初球は来たか。はいはいはい。パワフェスチャレンジャー。この回3点目。3対0。さあ彼が努力し、まずは初球、変化球ビンビンに切れています。第3球はストライク。内角低めいっぱい。さあ追い込んだ。打った。いい当たりだ。一塁送球。パピオン軽やかに。めっちゃ勝ってるし余裕だったな。何これ。余裕じゃねえかよ。
自主休校。ルーレットスタート。先行 DH なし、こちらのルールに決定しました。今大会最後の大決戦、優勝という目的地に向け両チームどんなフライトプランを立ててきたのでしょうか。さあ社会人の代表戦士部長です。自慢この男の独壇場はマウンドだけではあれ。まずは初球スライダー空振り、勇み足なスイング、これはボール。見送ってボール。第4球投げた、ボール外れた。第5球はジャストミート。うわダメ、一塁へ送る、アウト。パピオいい当たりでしたがセカンドゴロに終わっています。これでワンアウト。打席には2番バッターが入ります。投げた、落とした、ボール、これは外れます。投球これから2球目、バットを出しません、ボール、攻めてきます。さあ3球目、初球空振り、打ちました、セカンド右横のゴロ、アウト。これで2アウト。打席には3番バッターが入ります。さあ1球目、投げました、打った、いい当たりだ、破った、かっこよさを見せつけます。2アウトから先制のランナーが出る。初球はあーこれでかいぞ、ダイレクトで当たった、カットマンへ送る、3塁でストップ。渋谷ヒットを放っています。パワフスチャレンジャー。さあ初球、初球見送ってボール、カウント1ボール。さあ次の球、ストレートはボール、カウント2ボール。投球3球目、打った、鮮烈な当たり、ライト下がった、取ってくる、スリーアウトチェンジ、取ったか今の。パワフスチャレンジャー。さあ1番バッターが打席に入ります。投げた、いいボールだ、変化球が切れています。
します。ノーアウトで先制のランナーが出ました。打席には2番バッターが入ります。大ボールです。気を引き締めしっかり抑えてほしい。第4球打ちました。左に切れてファール。さあ次は何を投げてくるか。打球はファールグラウンド上、切れていきます。ファール、外れた。おお、さあフルカウント。打った、うっさー、ヒットになります。一塁ランナー三塁を狙う。バッターランナー二塁でストップ。ツーベース。パワフスチャレンジャーピンチを迎えます。打席には3番バッターが入ります。大号です。厳しい立ち上がりになっています。打った、引っ張った。カウント2ストライク、打ちました。うわ何やってんだよ、もう。うわこれ厳しいわ。黒土重工2点入りました。2対0。真の男の層。第9投げた、アウト危ない。間一髪かわした。第2球を投げました。見送ってボール。カウント2ボール。第3球を投げました。バッター思わず体を背けた。第4球投げた、フォーク外れた。フォアボール。部長、ストレートのフォアボールを与えます。さあパピオンが白鳥と共にマウンドを睨みます。なんとか食らいついてほしい。まっすぐ空振り。パピオン追い込まれました。次はどう攻めるのか。打った、ファウル。次が4球目、打ちました。けけ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 けボールはコロリンコ。パピオンツーベースヒット。パワフスチャレンジャー同点のチャンスを迎えます。打席には2番バッターが入ります。まずは振り出しに戻しておきたい。さあ次の球打った、社長掴んだ、アウト。これでワンアウト。打席には3番バッターが入ります。なんとか食らいついてほしい。曲がるな。第2球投げた、早くも追い込まれています。打ちました、大攻撃。ホームへ一塁送球、アウト。パワフェスチャレンジャーズ1点返しました。パワフェスチャレンジャーズさらに同点のチャンスです。さあ打席には渋谷、ここは任せろという表情。投球2球目、カーブ決まってストライク。投球3球目、ボール外れた。カウント2ボール1ストライク。打ちました、破った。パワフェスチャレンジャー同点2対2。渋谷タイムリーなツーベースだ。面白くなってきました。さらに勝ち越しのチャンス。さあ島田、非常に丁寧に打席に立ちます。こういう場面で必ず結果を出してくれる選手です。期待していいでしょう。第3球は外ストライク。さあ勝負してくるのか。見逃しの三振。ストレート、動けませんでした。3回の表が終わり、同点で迎える3回です。打席には3番バッターが入ります。大号です。ランナーを進めさせるわけにはいきません。ファウル。さあ外してくるのか。スプリット空振り三振。大号月、見事なピッチングです。さあ往年のライバル対決、これは悠々セーフ。盗塁を許します。投げます、終わった。あっぶんね。うわダメだって。二塁ランナー三塁回った。二塁ランナーホームイン。パワフェスチャレンジャー勝ち越しを許します。3対2。今のさあここはきっちりとランナーを送っていただきたい。打ちました、ファウル。投球2球目、落ちる球見送ってボール。ワンボールワンストライク。投球これから3球目、打った、いい当たりだ。さあ行け、これ行ったんじゃない。遅い、走るの、走るの遅い。大金ツーベース。パワフェスチャレンジャーズ逆転のチャンスを迎えます。さあさあ1球目、直球空振り。投球これから2球目、
え？ストライク今の。次はどう攻めるのか。打ちました。ライト行った。ヒット。三塁ランナーホームイン。まずは同点。今の同点のシーンリプレイでご覧。面白くなってきました。さらに勝ち越しのチャンス。打席には初球からいった。1、2塁間がやっていった。パワフェスチャレンジャー勝ち越し4対3。黒獅子重工、なんとしても得点を上げたい9回です。打席には3番バッターが入ります。タルモ、ここでリードは関係なく切っておきたい。うわ、嘘だろうよ。社長、嘘だろ。ちょっと待って、もっといいピッチャーいない。ゴミしかいねえ。パピオンにしよう。あ、わかった。え、ちょっと待って、これにして、あっぶんね。怖い怖い怖い。さあ外してくるのか。バットを出しません。おう、さあ次は何で来るか。あー、これやばい。ナイスなのが飛んでしまってる。うわーうーわー、ちょっとは、うわ、三塁だ。やなとこ打ちやがってよ。パワフェスチャレンジャー、さらに同点のピンチです。打席には5番バッターが入ります。この場面でどういったピッチングを見せてくれるか。うーわー、なんで。最終回で追いつかれました。8対8。リプレイでパワフェスチャレンジャー、もはや絶対絶命のピンチで、どうだ。宇宙間へのフライですが、渋谷掴みました。ランナー二塁に戻ります。パワフェスチャレンジャー、ピンチが続きます。打席には7番バッター。投げました。キレッキレの変化球に手が出ません。際どい打球、三遊間ライナーでやった。ここでヒットが出ます。8番バッターが打席に入ります。投げました。これはストライク。ボールを2塁、2塁はセーフ。嫌なところで盗塁を決められてしまいました。スライダー、見逃し三振。打席には9番バッター。打ちました。初球打ち、1、2塁間へ。アウト。ここで3アウト。では9回までゲームは延長に入ります。さあ大金、余裕たっぷりでバッターボックス。投球これから2球目。低め決まってストライク。第3球投げた。打ちました。いい当たり。強襲。よし、満塁。ノーアウト満塁。さあ、矢部昭雄、この打席は何を見せてくれるのか。得点につなげたい。これは見送ってボール。第3球投げた。外れた。ボール。外ギリギリのコースです。だー、うーわは、やべ、ゴミすぎ。ノーアウト満塁から、
か？今なんで取れんの？うわ、終わった。終わったわ。あっけない。本当にここまでよく頑張りました。数々の名勝負を本当にありがとう。以上、世界が注目したパワフルフェスティバル決勝戦を実況でお届けしました。一番難易度下でもこれか。っていうか一回負けたからってすっごいあっさり終わるな、パーフェス。マジかよ。ということでちょっと不完全燃焼ですけど、一応終わりたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。